どうも、ハイチーです。今回は少し重たいテーマになります。それがこちら、生きる意味ですね。で、まあ生きる意味って何ですかとか、生きる意味の見つけ方教えてくださいみたいな相談にね、答えていく形にはなるんですけど、まず最初にちょっとお願いがありまして、このテーマ見た時に全く興味が湧かない方はこう動画止めちゃってください。なんか時間潰してちょっと見よっかなみたいなのはやめた方がいいと思います。で、なんでかっていうと、結構暗い話になると思うので、なんだろう、元気なモチベ、みんなのね、その元気なモチベーションがちょっと萎えるというか、まあ、テンションが下がるというか、になりかねないんですよ。で、それってすごくもったいないので、まあ、テーマ見てさ、ちょっと聞いてみたいなとか、興味あるなっていう方はこの後見ていただけたらと思うんですけど、そうじゃない方はぜひね、止めて、ちょっと自己判断になってしまうんですけど、よろしくお願いいたします。では、早速ね、話していきます。で、まず結論からいきましょう。まあ、この結論また怒られそうですけど、生きる意味、私にはわかりません。もし、今、俺の状態で、みんなから、配置しつつ、生きる意味何なの今何なのって聞かれても、多分俺ね、うーんってなるもん。なんだろうな、みたいな、になります。で、まあ、ご存知の方もね、いらっしゃるかもしれないんですけど、自分は中学の時に、まあ、いじめというかね、こう、たくさんの方に嫌われてて、まあ、デブとかさ、死ねとかさ、キモいとかさ、そういうのあったわけですよ。で、そこからまあ精神的にちょっとおかしくなって、こう、生きる意味がわからないとか、死にたいとか、あとは、なんだろう、自分が死んだって誰も悲しまないっしょ、みたいな、とかを、まあ思いながら生きてたんだよね。まあ7年ぐらいかな、結局そんな感じと苦しんでたんですけど、だから気持ちはわかるんですよ。すごく今回この悩みに関して多分近いものは感じてると思うの、みんなとそのね悩みを持ってることね。でも俺、今の俺はわからないっていうか、ちゃんと言うと生きる意味を探す気がないんです、今の俺には。そうで、これはある理由があって、生きる意味ってさ、まあみんなも気づいてると思うけど、そんな簡単に見つかんないわけよ。そうで、俺は今この瞬間に生きる意味は別にそんなこれですってなくてもいいと。ただまあ、不慮の事故とかでね、突然亡くなってしまう方ももちろんいらっしゃるんだけど、まあ、病気にしても、まあ、老衰にしてもそうだけどさ、まあ、ある程度ね、行った時に、まあ、そろそろ、あれかなって、自分の人生も終わりに近いかなっていう、死期を悟る瞬間があると思うのね。で、その時に、俺はきっと人生を振り返る。自分の。こうやって生きてきたなとか、辛いこととか、頑張ったこととかさ、悩んだこととか。で、おそらく、後悔はたくさん出てくると思うんだけど、人生を振り返った時に、生きる意味じゃなくて、生きてきた意味を感じれたらいいなって思ってるの。だから、まあ、生きる意味と、まあ、ちょっとね、ニアリーイコールになっちゃうんだけど、その、生きた意味っていうのを死ぬ時に感じれたらいいやって。そう。まあ、それがきっと生まれた意味にもなるんだろうなって、俺には思っていて。だから、今、その、この瞬間、もちろん、自分は子供もいるから、子供のためとか、あとはね、学生のためって、まあ、こういう活動をさせてもらってるからさ、っていう思いはあるよ。それが生きる意味に近いとはもちろん思ってるけど、生きる意味がこれですって決めてしまったら、もしそれが手元からなくなった瞬間にまた崩れちゃうんだよね。そう。だからそうじゃなくって、死ぬ瞬間に生きた意味を自分が感じれるように、で、感じて幸せに死ねるように、だから今頑張ろうっていう思いがすごく強いです。でも、悩んでる時っていうのは、こう、例えば、未来はさ、この辛いのが一生続くわけじゃないよみたいなアドバイスをする人もいると思うの。で、俺も実際言うし、それは言うんだけど、きっと悩んでる、今悩んでるみんなにとってはそれはあんま届かないんだよね。実際俺が当時そのアドバイスを受けても、いや分かったよみんなそう言うもんみたいな、そう、でも今変えてよ、今が辛いんだわみたいな風に思ってたんだよね。でもやっぱりこう振り返った時に、今ってね、そう簡単に変わらないんだよね。そう。だけど、伝わんないとしても、声を大にして言いたいのは、その辛い状況が一生続くわけじゃないっていう。そう。でも、変えるのは、周りって変わらないんだよね。人って、他人ってなかなか変わらない。変えるって相当難しい。じゃあ何変えるって、自分変えるしかないんだよね。辛い時ってさ、本当にエネルギーがもう、なんだろう、ガス欠状態なんだよ。もうエネルギー使いまくってるから、いろんな悩みとかで。でも、やっぱり自分を変えるために行動は起こさなきゃいけないんだよ。で、行動を、何かのアクションっていうか行動を起こす人に可能性ってやってくるの。行動を起こさない人に可能性は来ないから。でもその可能性っていうのも、いい可能性もあれば、悪い可能性もある。例えば、自分で行動を起こすことによって新しい出会いがあるよね。人との出会いがある。
で、その人が、もうね、自分にとっても、なんだろ、悪影響というか、もうマイナスのことを起こす可能性もあるわけじゃんか。この人と出会ってマジしんどいんだけど、なんでこんなこと言われんのみたいなあるわけ。会社とかでも社会でもそうだけど。でも、逆の可能性もあって、この人と出会ったから、自分の考え方が変わったって。そういう出会いもあるんだよ。で、それはやっぱりアクションを起こさなければ、その可能性は絶対に得ることはできないよね。だからそうやって、まあ、すごくね、辛かったりとか、ほんとね、出口のないトンネルの中にいるような感覚の方も多いと思うんですけど、ひとまず自分ができること、今できることね、をやってってほしい。おそらく辛い時っていろんなことにやる気が起きないの。勉強にしたって部活にしたっても学校さえ行きたくない、生きることも辛いみたいな、なっちゃうんだけど、まあ、ひとまずは勉強が一番しやすいのかなと思うんだよね。スポーツやってる方はそれでいいと思うんだけど、そのできること、それがやりたいことじゃなかったとしても、そう、やりたくないことでもそこで努力することによって得られるものはあるんだよ。だから、そう、今すぐには、例えば自分みんなの周りの環境とか、まあ、みんなの人生がいい方には好転しないかもしれないけど、その積み重ね、まあ、踏ん張って我慢してる状態だけど、その積み重ねによって、いつかこうやって道が開ける、人生がガラッと変わる瞬間が起こる可能性がある。それは絶対にある。誰にしても。あって、みんなは知らないけど、本当に結構、もうなんか闇の中にいて、どん底だったんだけど、今こうやって、ね、こういうことをしてるわけじゃん。当時の自分、こんなん想像できないもん。こんな立場になってるなんて。そう。だから、そのためには、やっぱり今できること。自分は勉強やりたくなかったし、本当に、何？どうせ死ぬよすぐ。もうどうせ死ぬから勉強なんて関係ないじゃんって思ってたけど、でも、なんかね、なんかやってないとダメだなってのはどっかで思ってて。だから、まあ、勉強そんなめちゃくちゃ頭良かったわけじゃなくてないけど、俺は。でも、部活もやってなかったから、ひとまず勉強はやろうって思って中学を過ごして、で、高校で、俺は先生、いい先生に一人だけ出会えたから、その先生に出会って、で、まぁ、ちょっと教育に興味を持って大学頑張っていって、で、大学で、前話した、その教育実習先でね、その、生徒、教育実習に出た時に出会った子に救ってもらって、あ、生きる意味あるなと、その時思ったわけ。生きる意味があるっていうか、頼られることに、自分がいることによって人の人生を少し変えれた瞬間があったんだよ。そう。で、結局、そのことも踏まえて振り返ったら、多分俺はね、頼られたかったんだよね。人に必要とされたかったの。今もそうだけど、すごく強い、その気持ちが。そう。その人に頼られることによって、自分が生きる価値があるというか、生きる意味を若干どっかで見出してんのかなって。さっきね、わかんねえって言ったんだけど、だから多分そういう節は強い。まあ、かまってちゃんなんだかもしんないけどね、俺がね。でもまあいろんなことに悩みながら、今でも、もうすぐ俺33になるけど、年。それでも今でも悩みながらだよ。そう、人生毎日がもう超ハッピーってわけじゃないし、落ち込んだり、へこんだり、やってることに迷ったりとか、たくさんするけど、でも、例えば、できること、今自分ができることと、やりたいことと、やるべきことっていうのが全部噛み合ったら幸せなんだよ。でもそうじゃない。人生で、例えば仕事に就いた時に、自分がやりたい仕事をできてる人ってそんな多くないわけ。パーセンテージから言うと。でも生きるためにはお金稼がなきゃいけないから働くみたいな人が多いんだよ。でも自分は教育が好きで、まあね、ちょっと YouTube って場所で変わった形にはなるけど、でもこうやって教育をやらせてもらってる、やりたいこととやるべきことも自分で思ってることが全部今噛み合ってて、そういう状態で生きることができると。だから、まあそれでね、まあこの先どうなるかはわからないけど、でも悩みながら今できることをしっかりやっていこうと思って、まあ毎日を生活してる感じです。はい。なので、まあ何が言いたかったかっていうと、まあ結局はね、生きる意味の見つけ方なんて何も、そんなね、大したことは言えないんだけど、今何かが見つかんなくても、まあこの先ね、何かが変わるかもしれないと。でも変えるためには、自分が変わるために多少の努力はしていかなきゃいけない。で、その努力はすぐには実がならないです。実ることはない、すぐには。でも、やることによって、水を与え続けることによって、芽は出て、それが育って、実がついてって、風になっていくから、自分の可能性を否定せずにいてほしいな、っていうのは思いが強いです。はい。ということで、あまりまとまらなかったんですけど、何か伝わったら幸いです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。